こんにちは。昨日ある雑貨屋でお買い物をしたんですよ。そしてカウンターで精算して、レジ袋に関して僕が強い違和感を感じたことを話します。話す前に、今から流す漫画に全てが集約されてるんですけど、こちらをご覧くださいな。これ買います。レジ袋いりますか？いらないです。お釣りです。ありがとうございました。シールも貼らんとね。お金は払ったものの、お店に置かれている状態のものを直接持って帰っているような感覚。レジ袋一つで万引きしているような罪悪感やが、この際レジ袋を買うか、マイバッグを持ち歩くかといったわけですよ。レジ袋なしだと、まるでそのまんま商品を持ち去ってるように感じたんですよね。かといってで、レジ袋買うとしたら、塵も積もれば山となるし、マイバッグ買おうにも、常に持ち歩くめんどくささもあってね。まあ、マイバッグに関しては、ずーっと使い続けるからこそ、コロナウイルスがね、ひっついてから、自分自身がコロナウイルスを広める要因になるって話もあるけどね。そういった意味で、アメリカではマイバッグ禁止が広がるようらしいけんね。しかしこれ、普通に商品持ち帰っても防犯カメラ見ないとわからんじゃないとかいな。まあ、でも実際はマイバッグ推奨したことで、マイバッグに商品を入れる万引きが増加しとうらしいもんね。レジ袋問題は意外に根が深いのかもね。以上です。ご視聴ありがとうございました。